音がでかい。あ、どうもどうもどうも。あ、どうも。あ、自分の音が聞こえるっていうね。あ、どうもこんにちは。はぁ、そろそろ画面に出させていただきます。カズマさん、愛がなんだよ。いや、エロ小僧カズマさんがちょっとね、なんだっけ。あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは。これみんなコメントって普通の人ってどうやって見とるんかな。どうも。いやー、緊張しますね。まあ、とりあえず挨拶ということで、まあ、やること右に出てるんですけど、挨拶ですね。あ、皆さん、はじめまして。はじめましての人ははじめまして、クゼアイガと申します。よろしくお願いします。動画ではね、ちょっと結構砕けた喋り方だったんですけど、普段どうやろうな、普段ちょっと敬語気味なんで、そこはご容赦ください。ご容赦ください。こんばんは。あ、皆さんこんばんは。ありがとうございます。翼酒酒だろ。いいんか、いいんだよ、いいんだよな、いいんだ、いいんなんだよ。こんばんは。いやー、こんばんは。いや、ありがとうございます。皆さん来ていただいて、いやー、ちょっとね、サムネにあ、こんばんは、こんばんは。インポじゃねえよ。インポで20。あ、そういえば、マシュマロにも年齢聞かれてましたね。マシュマロでも年齢聞かれてたんですけど、まあ、とりあえずお酒が飲める年ということでお願いします。お酒が飲める年っていうことで23ぐらいですね、ぐらいですね。そんな、あ、どうも23です。よろしくお願いします。いやー、ただサムネイルには予定書いたんですけど、ちょっとちゃんと自分で予定を書いた紙を作ってないから、今何すればいいかちょっと忘れてるんですよ。まあ、5回目ぐらいの配信で敬語取れるかな。よし、サムネイル見よう。うん、じゃあ自己紹介か。自己紹介だな。アイス、アイス終わったし。いやー、結構ね、自己紹介の動画を出すときも、自己紹介出すとき、でも作ってんのに、なんていうかな、動画を投稿するボタンをさ、確か投稿すらもされてんだわ。投稿すらもされてんのに、19時半に確か動画が上がるみたいな設定にしとって、でも、あー、やばいやばいやばいみたいな。動画勝手に上がるのにさ、めちゃくちゃ緊張しとって、いやー、どうなっちゃうのって思ったね、今日も。どうなっちゃうのって言っても、まあ配信するんですけど、よろしくお願いします。ということでね、じゃあ自己紹介していきましょうか。あ、でもこれあれですね、来てくれた方の名前を呼んだ方が。あ、奈良さん、大輝ありがとうございます。ウルヘン、あ、キャーカズマさん、素敵、ありがとうございます。アルグ、あ、大輝ありがとうございます。ウルヘン、ありがとうございます。手羽先太郎って誰だ。手羽先太郎、ありがとう。あのうち、どうもどうも。あー、アルギさんもね、ファンとありがとうございます。あ、ポテイトさんもね、どうもよろしくお願いします。じゃあ自己紹介していきますかね。自己紹介ということで、あんまり紹介することもないんですけど、あ、こんばんは、こんばんは、N、こんばんは。いやー、継承がね、ちゃんと決まってないっていう。自己紹介することあるんかな。あんまりまだ自己が理解してないからな。自分のことを理解してないから、右上を変えたいんですよね。自己紹介ということで、あ、ちゃんと変えれるんですよ、これ。えらいな。変えました。じゃあ自己紹介していきますかね。まあ、名前はクゼアイガ。えらい、ありがとうございます。名前はクゼアイガ。年齢は23歳。仕事は何かわからない。仕事は、まあ、あれですね、その日暮らしじゃないですけど、なんかいろいろやってると思ってください。そうですね、それぐらい。自己紹介、それぐらいしかないのか。まあ、歌ってみたとか、そのうちあげるんで、まあ、ゲーム実況とかもね、そのうちあげるんで、まあ、ぜひ見てってください。いやー、恥ずかしいな、こうやって、みんなの前で喋るの。まあ、みんなよくあれだよな、
配信でペラペラ喋れるよな。うん、聞こえるぜ風間さん、ありがとう。聞こえる？うん、若干ね、この音量のさ設定が久しぶりすぎて緊張すんね。もうめっちゃ緊張しとるんやけど、めっちゃ緊張しとる。やばいね。かわいい、ありがとう。かわいい、かっこいいんだよな。いや、かわいいでいいよ、もう。あー、水がうまい。行こうぜ、カズマさ。どこにだよ。どこにだよ、マシュマロか。マシュマロ、あ、そう、まあ、このね、初配信、あのマシュマロをね、いろいろ募集してたんですけど、いろんなマシュマロが届きまして、質問から、質問から謎のマシュマロまで届きましたね。いろいろ、じゃあマシュマロ返していきますか。マシュマロ、まだあの配信のね、配信が慣れてないんでしょうね、あんまり。 OBS っていうのはあんまり使い慣れてない。マシュマロ返し、飛び出すな。手際が悪い。よし、オッケー。本当がぐちゃったけどいいやろ。よし、じゃあマシュマロ出してきます。どんなマシュマロが届いたんでしょうね。まあ、どうしましょうか、これ。もらった順にやった方がいいかな。もらった順に、どれだっけ、出してたんだよな、マシュマロ。あ、これだ、マシュマロ。すでに10個目で、ロレスが回ってないな。顔がいいな、ありがとう。あ、こんばんは、どうも、ぶたやきこさん。どうもどうも。マシュマロですね。あの、OBS どこに置くのがいいかな。ここに置いとこ。ちょっと、右側に置くと分かりにくいな。マシュマロ。焼きマシュマロ、美味しいよね。自己紹介すごく、あ、ありがとうございます。動画編集得意なんですか。あ、あれはですね、フィモーラっていう動画いじるソフトを使ってるんですけど、まあ、あれがすごい便利で、なんかちょろってやるだけでおしゃれになるみたいな。俺、これ邪魔だな。よし、それが動くんか。だって俺、これ自分がさ、自分がどこの順番で置いとるかわからんから、変な動き方するな。これをこうだな。まあ、焼きマシュマロ大好きっていうのは、まあ、今まで人生で焼きマシュマロ1回しか食べたことないんですけど、それでも大好きって言えるぐらい美味しいですね。は？マシュマロってこんな感じでいいんかな。みんな、あー、でかい。焼きマシュマロ美味しいですね。ちょっと次行きましょうか。動画のテンポがね、動画じゃないんだが、配信のテンポがちょっといまいち上がってないんで、次。何これ、何これ。いきなりおかしいマシュマロ来たんやけど。クゼッチが太陽なら僕は月、まあ、太陽と月、あー、まあ、うん、クゼッチが希望なら僕はブサボ、雪山人狼では悲鳴を楽しみにしてるよ、怪風書某侍。あ、これあれですね、侍さんのあれですね、侍さんのマロですね。まだあの人がブサボかどうかちょっとまだわかんないんですけどまだ自己紹介動画あげたのかな、ちょっとまだ見てないんですけどね、見たいんですけど。雪山人狼ね、多分5月3日の、5月3日の21時ぐらいにね、こんあいが、こんあいが、どうもどうも。どうも。こんあいが、あ、こんあいが使ってこ。おはぐぜこんあいがでいいや。そうですね。まあ、雪山人狼やるんで、21時ぐらいに。多分。見ててください、でも。ぜひ見てください。インが出てたな。もっとみんなみたいにスラスラやりたいんですけどね、なかなかそういうわけにもいかず。じゃあ次行きましょうか。楽しみ、ありがとう。俺もね、いや、雪山人狼だいぶ前に1回じゃないな、身内でちょろってやったんだけど、まあ、クゼアイガじゃない時にね、クゼアイガじゃない時に、身内でちょろっと11月ぐらいにやったんやけど、まあ面白かったな、本当に。まあ、たまにちょっとクワが生まれるけど、あ、やろうやろう、あ、先輩じゃん、やろう。カズマサだったし、カズマサじゃねえよ、カズマサじゃないが。次これですね、
一番わかんないやつ来ましたね。長いんだよな。何これ。俺が高橋ジョージリーゼントでロード歌った時これあれですね、クソマロってやつですね。まあ、俺は高橋ジョージがリーゼントでロードを歌ってる時代、高橋ジョージがリーゼントだった時代、生まれてないんだよな。いや生まれとるかな。長いんだよな。ちょっと歌ってみますね、ちょっと歌ってみますねって。ちょうど一年前に、ここしか知らないんだよな、ここしか知らないんだよな。ってことで、じゃあもうこれをね送ってきた人が今度歌ってもらえ、歌うってことでお願いします。まだ続きあるんでこれ、歌で終わると思うじゃん。歌で終わると思ったらさ、わざとご清聴ありがとうございましたっていう、まあまああれだろうな、誰やろうな送ったのは、まあ、まあ、誰かって言ったら、まあ、そこの人しかおらんのんだけど、ご清聴ありがとうございました。あ、わざわざ歌っていただいて、僕の配信のために歌っていただいてありがとうございます、本当に。ね、なんだやっぱりそこから調子ついてロード13章ぐらいまで出れて意味不明だけど、ロードって13章あるの。読んだよ、読んだだろ。さっき読んだよ、さっき読んだよ、雪山人狼の宣伝もしたよ。読んだ。まあブサボかどうかはね、まだ動画が見れてないんで僕は分かんないですけどっていう、まあ、この方のね、もうハクレンさんのね、自己紹介動画が上がったかどうかはちょっとまだ分かんないんですけど、上がったんですかね、バカ野郎。なんでバカ野郎って。いいだろいいだろ別に。まあそっからね、ロード13章ぐらい。お、やっとるやっとる。どうも、お、真理じゃん。ありがとう、来てくれて。やってます、やってます。どこにだっけ？あ、ロード13章。ロード13章ってそもそもロードが、ロードって、曲じゃない？配信画面ちょっと癖でくちゃくちゃ動かすのやめましょうね。やってます、一番意味不明なのは2章の、ミュージックビデオが手話なことだよね。いや一番意味不明なのはこのマシュマロを送ってきた人間なんだよな。これはアールノルド・シュワルツネッカー、あのシュワちゃんってやつですね。まあ、シュワちゃんだけには、今一瞬ハーって書いてたけど分かったわ。あ、なるほどね。あ、面白いですね。あ、面白いなんてないんで楽しみてください。分かりました。このままマシュマロ消しましょうね。あ、また、じゃあ次、あれマシュマロ消えたんやけど、マシュマロが消えた。こういうマシュマロしか来てないんだよな。ランダムに出した方がいいかな。ボーグバトラー見てないんだよね。カブトボーグの話はいいんだよな。カブトボーグみんな好きですか？僕は知らないですね、カブトボーグ。クラッシュギアは知ってるんですけど、いやー、男のロマンなんでしょうね。好き、やっぱおめえなんだよな。これはもうなしということで、あ、顔がいいです、ありがとうございます。もう顔がいいんですよね。うん、顔がよくてタイムラインで見かけるたびにびっくりします。ありがとうございます。もっとびっくりしてください。あ、好き、ベイブレードはもっと好き。あ、僕もベイブレードがいいですね。メタルベイブレードとか、小学校の頃によくやってましたね。で、なんていうかな、回すところがないから、回すステージがないから、あれですね、コンクリートの上とかでクラッシュゲーじゃなくてベイブレード回してたら、先端がなくなって泣いた覚えがあるんですけど、まあ皆さんそういうことがよくありましたよね。まあどうでもいいんですけど、この話は。足のサイズは何センチですか？足のサイズ、28かな。スノーボードの履くやつは28ですね。28です。次、これから歌ってみたい曲、これから歌ってみたい曲はね、無限にありすぎて、でかいかな、28でかいか。
でかいかも。足はでかいんだよな。足はでかいんだよな、じゃないわ。足身長もね、足に見合って高いんで、これから歌ってみたい曲がある。とりあえず、態度がでかい、うるさいな。うるさいな、態度は。いや、でもでかくありたいよな。いや、でかくありたいよなってなんだ。まあ、縮こまってちゃばかりじゃね、よくないからね。よくないから。これから歌ってみたい曲は、そうだな。まあ、コミュ力いちいち感じるか。感じるかな。だいぶ、とか、インのね、あれが出てるけど。いやよいしょ。あれだな、シャルルとか、まあ、とりあえず歌ってみたいよね、シャルルとか、ドラマ剣とか。まあ、結構昔の曲の方が好きなんだ。昔の曲も好きだから。昔って言っても、夏メロとかじゃなくて、あれだね、メルトとかそういうぐらいの時代の曲ですね。ボカロの話なんですけど、ボカロだったらメルトとかそういうぐらいの時代の曲とかが割と、メルトはちょっと昔すぎかもしれんけど、2010年ぐらいがドハマりしてた時代なんで、それぐらいの曲とかもあげるかもしれないですね。まあ歌ってみ、録音配信とかやってみたいんだけど、多分地獄になるんだよね。まあいいやいいや。次、右肩の蝶もいいね。右肩の蝶歌おうかな。右肩の蝶でも難しいんだよな、あれ録音多分。慣れたらやろう。ファンの名称とか教えてほしいな。ファンマークもこれ考えてなかったよね。これちょろっと見たけど考えてないんだよな。ファンの名称なんかいいのあるかな。これはあれですね、よく考えとかないと。なかなかパッと変えれるもんじゃないからな。これ考えとこう。ファンマークも考えとこう。ファンマークできれば被らないようにしたいけど、でも VTuber って何人いるのってぐらいいるから、被りそうな雰囲気しますね。 BGM 変わっとるかな。変わっとるよね。よかった。よし、ファンの名称、これはあとおいおい考えましょう。ちゃんと決めときますね。好きだ。ありがとう。俺も好きだよ。誰か知らんけど。好きな人のタイプとか、好きな仕草、好きな人のタイプは、米倉涼子とか好きやったんやけど、わかるかな。米倉涼子が若かった時代じゃないな。それだけですね。なんでラップを送ってくんの。夢抱いた俺出てこなかったんだよね。クセアイが、あ、夢抱いた、あ、朝倉ってなんだ。米倉涼子好きって言ったけど、米倉涼子出たドラマあんま知らないんだよね。ドクター X ぐらいしかわからん。ドクター X かな。クゼアイが夢抱いた、初配信作態に視聴者いっぱい、費用は失敗、それでも負けない、俺絵も描けない。これ誰だこれ。俺の陰より全然いいんだが、俺の適当に踏む、ま、なんかほぼ日刊クゼアイガで陰踏んでみたいで全然いいんですけど、夢抱いたちょっと出てこなかったな。ね、なんだよな、すね開いたとか膝開いたとかさ、膝はなかったかな、腕開いたとかそんな感じしか出てこなかったから、羨ましいですね。まあ、絵はぜひ描いて。これよくわかんないですよね。好きなことを聞くときの言葉は何ですか。好きな言葉を聞くとき、どんな言葉が好きなのみたいな、そんな感じ。どんな言葉が好きなのみたいな、そんなこと聞くときあるか。今惹かれてんだけど、まあそんな感じですかね。まあそんな感じで、誰で送ってきたのこれ。
なにこれ、一日何十時間パソコンだったら、あ、俺あれよ、俺は誰かわかんだよな。一日何十時間ぐらいいじってますか。パソコンはあれですね、一日に3時間ぐらいいじってますね。いや、5時間ぐらいいじってますね。何のことかわかんないですけど、ハンターハンター切るわ。なるかみは、あ、待って、松島が出てきた。戻ってくんだこれ。え？なるかみ、いや、まあ、ハンターハンターさ、あの好きだけどアニメ見てないんだよね。ちょっとね、あのちょろっと見て、なんだろうな、アニメちょろっとだけ見て、その疾風陣雷のシーン、疾風陣雷言ってねえじゃんみたいな、キルは疾風陣雷って言ってないけどみたいな、え、どこ真似すればいいみたいな感じになるよね。いや、もう疾風陣雷を受けた腕がでかい敵の真似をすればよかったんかなみたいな、うわーみたいな、そっちすればよかったんかな。よう反省ですねこれは。ありがとうございます。あ、証券初コメ、どうもご主義いらっしゃい、ありがとう。ユピーと戦った時に、あー、ユピーじゃない、それ多分クソでかいやつやろ、クソでかい褐色の、クソでかくはないか、褐色の腕がでかいあれでしょ、あれのシーンじゃねえの、言っとるかな、最初のナルガミーとカムイみたいな感じのやつしか言ってなかった気がする、俺の見た動画やったら。これは要はあれですね、またあれですね。はい、次、ポケビとブラビどっちが好きですか。強いて言うならポケビかな。ポケビしか知らないんだよな。ポケビのなんていう曲だ、ポケビのなんていう曲やろ、今調べよう。ポケビ、ポケットビスケット、あ、パワーかな、パワーじゃないか、エビの、あ、パワーだ、パワー、多分パワー、パワーパワーですね。逃げ物やったぜ。いや、もう初配信で人が来るかなっていうのがちょっとすごい心配だったんだけど、16人も来てくれてもう嬉しいですね、ありがとう。なんか動画の時より声が高くなってる気がするな。喋ると高くなるな。次行こう。田中角栄さんとのアバンチュールな一夜を過ごした時の思い出を聞かせてください。田中角栄って総理大臣ですね。まあ国ができたんじゃないですかね。国ができました、おめでとう、日本ができたよ。でインテルと AMD、 インテルしか知らないんだよな。 AMD って使ったことないからな。インテル入ってますね、僕のパソコンには。何歳？ 23 です。今決まった、さっき決まったね。配信機材何使ってますか。配信機材はヤマハの AG03 っていう、アゴさんってやつですね。いや、アゴさん、 AG03 ですね。 AG03 と、あとなんかマイク、そう、マイクね、なんだっけな、オーディオテクニカの AT2050 かな、確かですね。あとパソコンで配信やってます。あと OBS でやってますね。次行きましょう。好きな VTuber さんいますか。好きな VTuber はグイロースガールっていう、グイロースガールっていう二次三次のまあ、そんなに知っとるかって言われたら、俺は好きだよ、好き好き、ありがとう。俺っていいよ心理が好きだよ、心理も好きだよ。まあグイロースガールも、まあ、グイロースガールもそんな好きかって言われたら、そんな追っとるわけじゃないけど、なんか雰囲気が好きな。あとはまあまた
半々時になるんだけど、半々時になるんだけど、あれだね、包み返しやがって気持ち込めた、めっちゃ気持ち込めた。いや、気持ち込めて言うよりも気持ち込めたかもしれん、もしかしたら。いや、心理が好きだよ、好きだ好きだ。いや、言わされてる圧力が。いやいやいや、まあ、あとはあれですね、あのふんふんさんじの、まあ、一期生の結城千尋さんが、まあ、僕は推しですね。まあ追ってはないんですけど、何でも追ってはないんですけどっていうか、またなんか昔かな、VTuber の熱が来た時に、まあ最初ニジサンジ、最初じゃないけど、まあその頃からニジサンジは見とって、で一時あれかな、2018年の5月ぐらいにパソコンがまあ復活して、まあそれまでなんかちょっとネットの調子が悪くてゲームもままならない状態だったから、まあ、それまでちょっと VTuber 見てて、で5月ぐらいからゲームにうつつを抜かしてたんで、まあそっからあれかな、ニーニーのいい友さん、新お兄のなんだっけ、ガキ塚に出てくる、あの毎年年末にやるあれですかね、笑っちゃいけないに出てくる新お兄のお友達みたいな、ちょっとよくわかんないですね。てかなんか去年やらなかったみたいな、やってたんかな、わからんけど、今年やるんかな、年末が楽しみですね。まあでまたなんか、まあ、そこら辺の青谷のファンネームです。なるほど、ニンのいいとも、なるほど。いやー、え、なんだっけ、あ、そう、なんでまた VTuber 見るようになったかって言ったらあれですね、またなんか切り抜きとかでちょっと面白いことやってたんで、その結城千尋さんと樋口楓さんが掛け合ってるのがちょっと面白くて、また VTuber 熱が入って、俺もやりてえって思ったのはまあ最近なんですけど、そこからまた VTuber 追ってましたね。そういう感じです。あ、おすすめのポイントは面白い、適当だな、ペース早いな、これ最後なんだが、あ、まだマシュマロ来とるかな、後から見とる、よう俺だ、どうしてこの道に住んだのか教えてくれると嬉しい。まあさっきみたいな感じですね。もともと2017年の年末に VTuber ブームが来て、多分その時期だったんです。2018年かな、2017年のブームが来て、その頃からやりたいなと思ってたんだけど、まあその頃ちょうどね、まあいろいろごたごたがありまして、ごたごたがあったんですよね。まあいろいろしょうもないことですけど、ごたごたがあって、で今はやるべきじゃないなみたいな、今やるべきじゃないなみたいな思ってたら、今になってましたね。まあいいんじゃないでしょうかいいんじゃないでしょうか。まあ配信するの多分好きなんだろうな、ということで、あれですね、マシュマロは以上になりました。ちょっと待って、マシュマロあるかな、マシュマロ誰かください、くださいってな。以上ですね、マシュマロは。富士大学もちょっと戻しましょうね。意外にまだ30分しか経ってない、まだ30分だよ。これ多分次何するって書いてあったっけ、俺、あ、未来を考える、あ、これ未来を考えるって、あのあれですね、今後の配信何をするかっていう、ゲーム何するかみたいな、ゲームするとかいろいろあるんですけど、違う、未来を考える、すげえ壮大に書いてあるけど、
りあえず、まあ、とりあえず自己紹介動画でも、まあ、話したんだけど、あれですね、まあ、とりあえずは歌ってみたとかゲーム実況とか、まあ、歌配信とかゲーム配信とかかな、あとできたら録音をする配信、歌ってみたら録音する配信とか、でも何があるかな、他に他なんかあるかな、これからもうまだこれなんかすげえ緊張して始めたみたいな感じだけど、初配信やからな、終わりの配信とかみたいな感じじゃないから、全然緊張することでもなかったかもしれない。あ、祝初配信ありがとうありがとう、いやー祝だね、本当はもうちょっと早くやりたかったんだけど、喉がね割と喉が最近よろしくなくて、結構ねどうしようどうしようってなっちゃったけど、まあ無事喉も割と良くなってきて配信できてよかったなと、いうことで、とりあえずゲーム実況かな、まあ、ゲーム実況ゲーム配信どっちでやろうかなって思ってるよね。なんかゲーム実況をやると、どっちもやりたいね、動画も出したいし、動画も出したいし、配信でも動画やり、ゲームやりたいしみたいな。オンラインゲームとかはどっちかっていうと配信とかでやった方が早そうだから配信でやりたいけど、この間配信外、いや Twitter か、 Twitter でやってほしいゲームみたいな感じの募集して、まあちょろっと見たんだけど、ホラゲー率が高いよね。いやホラゲーなんかわからんけど、なんかホラゲーなんかなみたいな、ちょろっと調べて、あホラゲーなんかなっていうゲームが多くて、ホラゲー得意じゃないけど、得意じゃないっていうかホラゲーやったことないんだよね。小学校の頃にバイオハザード4を一人でやって、怖すぎてできなかったみたいなぐらいなんで、まあもしかしたらホラーゲーム耐性ないかもしれないですけど、朝焼けの魔女、これも消化しつつ、消化っていうか、まあ、これに出てきたゲームとかもやりつつ、まあまああれかな、ロックバンゼロっていうゲームをもともとやろうと思ってて、わかるかな、まあロックマンゼロなんですけど、ロックマンゼロってゲームと、あとはあれかな、ロックマンゼクスってゲームなんですけど、まあ、それをちょろっとね、試しに配信かどっかでやろうかなって思ってるから、まあ、よかったらそれも見てください。まだあれはあれですね、ウィンタープロジェクトと、なんかどっかでデッドバイデイライトをやりませんかっていう話になったんで、まあ、それもやるかもしれない。普通に、まあ、エーペックスレジェンズとかやりたいんだけど、まあ、エーペックスレジェンズやったことないんだよね、始まったばっかりの時ぐらいにしか、だからまあ初心者ですけどみたいな、初心者ですけどよろしくお願いしますみたいな感じになるかな、あのゲームは。あと何があるかな、オーバーウォッチとかやりたいけど、やろうやっべーブックス、デッドバイデリアとかな、どんぐらい遅延が起きてるか、あれあった、ゲームの方にはゲームやる用のレイアウトの方には出しとるのに、まあいっか、今度また時間、これこの雑談読む時でも入れとこう。いやーなんだっけ、あとはちょっとこのゲームの名前を出すのがちょっと恥ずかしいんだけど、ガンダムオンラインっていう、なんで恥ずかしいってなるかって言ったらまああれなんだけど、ガンダムオンラインっていうゲームをね、まあちょっと昔たしなんでまして、そのゲームもちょっとゲームできたらなみたいな、名前も変えといたんでね、多分やります。まあ、テスト配信でちょっとやろうかなって思ったけど、テスト配信でガンダムオンラインやるのもちょっと気が引けたんで、テスト配信しなかったです。あとやるゲーム何があるかな、オーバーウォッチってまだ10あんのかな、10あんなくてもやるけどな。オーバーウォッチとあとあれかな、
LOL とか、まあゲームできたらゲームやろうと思っておりますね。まあゲームの話はこれぐらいで、あとなんだ、まあ、歌ってみたとかね、歌ってみた、まあ、さっきも言ったようにやりたいゲームね多すぎるんだよな。歌いたい曲も多いしやりたいゲームも多いから、まあなかなかすぐ全部だかな。あ、こんばんは、なのじゃ。どうもなのじゃ。いややりたいゲームも歌いたい曲も多すぎて楽しみっす、楽しみにしてて、ありがとう、楽しみにしてて。いやー、実はこの配信なんかいろいろ考えようかと思ったんだけど、なんていうかな、台本みたいな考えようと思っとったんだけど、いやー考えつかんかったね。時系列みたいな考えようと思っとったんだけど、多分うまくいかないからそのまま始めてしまった。あれ、俺の大事な唯一の台本てか予定リストがあった。いろいろ、いやサムネにさ、いろいろって書いてたんだけど、いろいろって何みたいな、自分でいろいろって書いたけど何もいろいろ考えてないんだよな。でもサムネで作った時にはいろいろやること考えてたんだけど、何やろう。とりあえず歌いたい曲を考えようかな。歌いたい曲、とりあえずシャルル歌いたいけど、あの曲出だしドンって感じじゃん。あのイントロドンじゃなくて歌詞ドン、歌ドンみたいな感じだから、なかなかね。あー、まあでも歌いたいな。40mP の曲とか、 40mP の曲が好きなんだよね。まあ、シャルルは違うんだけどさ、40mP の曲とか歌えたらいいな。歌えたらいいなってか、歌えばいいじゃんって感じなんだけど、まあ多分歌います。いろいろ配信でも多分歌います。今日歌えるかな、今日歌えるか分からんけど、 そこを悩んでたんだよね。配信で歌うか歌わないかってのを、喉の調子がいいのか悪いのかいまいち分かんないから、歌えるかなって思ってるからな。やべえ、話すことなくなった。なんかあるかな、ここら辺いろいろにしとこう。なぜ俺は1時間配信にしなかったのかっていうね。なんで1時間半撮ったんやろ。話したかったんかな、話せると思ったんだよね。昨日もう夜鍋で作った配信のレイアウトですね。いいんならに無理するからやめろやめろ、ようだな、よう。いや見るからにようじゃん、見るからによう。いやー、あ、自己紹介、あ、確かに自己紹介動画の裏話するか、めっちゃいいこと言ってくれる、ありがとう。まあ、自己紹介動画あるんですけど、あ、これ自己紹介動画を出すか、画面に。自己紹介動画画面に出そう。無音になったらあれになるな。自己紹介動画出し方、音がでかかったら怖いな。動画メディアソース、ピース、ありがとう。どこだ。これか、こう音ってどうやって設定するんやろ。怖いから出してキャプチャしよう。急にドーンとか出たら怖いしな。配慮ができるな、配慮ができる。これかな、これで OK、 これ出たね。
これ事故ないな、これで。これで事故ない。これ見えるかな？これ見えるね。えらいな。やっぱテスト配信大事だわ。テスト配信大事だ。俺の名前はクザイガって言うんだ。音でいいよ。普段は近所の子供たちとよく遊んでるんだけど、近所の子供たちと遊んでるってよくわかんない。まあありのままのありのままの自分になってしまったな。ちょっとどうしよう。コメントに被るな。コメントに被るけどごめんなさい。よし、こんぐらい出しとこう。でまあ最初からやね。最初から見よう。ここの部分の、ここの部分のこれ、これこの2パってなる瞬間にロゴが出てくるってのをやりたくて、これ思いついたんだけど、撮ってた時じゃなくて、撮ってた時じゃなくて作ってる最中にうわやばってなって、うわうわってなって、ちょっとこれだけは残したね。奇跡の、俺の名前はクザイガって言うんだ。普段は近所の子供たちとよく遊んでるんだけど、よくわからんな、ここここよくわからんで、自分で近所の子供たちと遊んでるってよくわかんないんだけど、まあこれから VTuber よくわかんなくて自分で突っ込んだやつやね、これは。自己紹介動画大変やったな。お分かりいただけただろうか。そんなに噛んでないんだよな。お分かりいただけただろうか。あ、もしかしたらここの今のパシって音が何か気になった人がおったかもしれないけど、これあの自分のほっぺた叩いた音ですね。この音なんで、うん、なんかだんだん自分のキャラが分かんなくなってきた。まず次行こう。これもあれかな、これも多分このしょうもないところもこのしょうもないところも、あの動画撮ると動画作ってる最中にうわあるんだけどみたいな、あるんだけどみたいな、カーソルがまあキャラツイッターがな、ホトペした、ホトペ叩く叩くんか、もっと助かってくれ。叩いちゃうよな、困るから。あ、これはマウスポインターのこれあれだね。あー、ということはこれ録画ミスということでよろしいんですかね。はいはい、実況のところは何も映像撮ってないから、ミスですね。このしょうもない実況のところは何も撮ってないから、動画をまあちょろっとだけなんかね、画面に出しとこうかなと思ったけど、画面が動かないのもかわいそうやから、かわいそうというか、視聴者がね、なんだろうな、飽きちゃうかなと思って、マウスポインターをフェイスリグに置いたまんま、動画編集ソフトに入っとる、まあよくあることだと思うんですけど、皆さんは編集エフェクトみたいなのね、気をつけましょうね。突っ込んだね。アイガくん、好きなことって何なんだい？好きなことは、ここのなんだこの声、皆さんはまあこういうことがないように気をつけましょうね。偉いような配慮。アイガくん、できるかな。アイガくんみたいな、アイガくんみたいな声なんやけど、好きなことって何なんだい？これ本当はさ、本当はもうちょっと甲高い声でやろうと思ってたんだけど、甲高い声はないなと思って、変な好きなことはおっさんみたいな声にしてしまった、ね、そうだな。好きなことはまあ歌うことと食べること、好きな食べ物はハンバーグ、ゲームかな。好きな食べ物はハンバーグ、運動するのも、まあ、好きなんだけど、あんまりあれだな、持久走系とかは得意じゃないな。持久走はね、まあ、球技とか実は良くないからな。筋トレがまあ好きですね。今日も筋トレした。いや、筋トレ大事やね。いや、まあでも最近ジムが閉まってるから、まあ入り病で、まあ、ジムが閉まってるからさ、アマゾンでダンベル買おうかなって思ったらないんだよね、ダンベルが。ね、15キロ以上がアマゾンから消え去るっていう珍事件が起きとって、10キロのしか買えんかったね、ダンベルが。君は VTuber になって何をやりたいんだい？ぜひ教えてくれないかな。入荷待ちだった。ゲーム実況とか、まあ、歌ってみたとかの動画を出すつもりかな。配信だったら歌配信とか。ここなんか裏話あったかな。ここら辺はでも裏話ないんだよね。とか最初の、まあ、筋トレやな、筋トレ。最初の方ぐらいしかない。あとは、まあ、なんだ？よくバラエティ番組とかでよくある、なんたらティップスみたいな。ティップス？ティップスっていうんかな。よくダウンタウンとか出てくる、あれでよくあるやつやね。
君は VTuber になって何をやりたいんだい？ぜひ教えてくれないかな。ムカつくなこの声。ゲーム実況とか、まあ歌ってみたとかの動画を出すつもりかな。毎週だったら歌配信とか。あ、そう、好きな曲は椎名元さんの Q なんですけど、まあ最近知ったね、最近これ録音しようかと思ったんだけど、まあむずいんだよね録音が。ゲーム配信とか。まあむずくて。あとはね、あとは、まあ、歌ってみたの録音とかミックスをする配信しようかなって思ってるから、まあ、気になったら見に来てな。そう、録音配信はミックスはほとんど素人だからマジ地獄なんだよね。フェイスリーグの動画撮るのですら多分だいぶ地獄やったから。録音自分が満足するまで撮る人やからな。で聞いてみたらそんなに良くないみたいなね。まあ教えてくれる人がいたらすげえ助かる。すげえ助かります。ミックス、ちなみにできる人がゲーム実況する教えてくれたらすげえ助かります。どんなゲームが好きなんだい？そうだな、好きなゲームは、まあ、横スクロール系のゲームで、まあ、ロックマン X とか。あ、言っとるね、ここでロックマン X とかロックマン Z とか、まあ、全部ロックマンなんだけど、まあ、ロックマン、そう、ロックマンのゲームが好きやね。イントネーションおかしいかな。間違えるやつな、イントネーション。イントネーションおかしいかもしれんけど。緊張してたんだろうな。緊張してたんかな。動画撮るだけなのに。よいしょ。関係のゲームが好きやね。まあ、スマブラでもロックマン使えたしね。そう、スマブラだ。そのうちスマブラ。BGM つけよう。ちょ、恥ずかしいわ。無音になるのが。無音になるのが恥ずかしい。こんなもんかな。いやー、ロックマンのあのスマブラを配信でやりたいけど、あのてか今気づいたけど顔取られてんじゃん。顔食われてんじゃん。つらいな、まあ、ロックマンのね、ごちゃごちゃになってきた。ごちゃごちゃになってきた。そう、ロックマンのゲームが好きなのとスマブラだね。スマブラを配信でやりたいって話か。スマブラ配信でやりたいんだけど、なかなかね、なんかキャプチャーボードとか買わんにゃいけんのやろ。キャプチャーボード買おう、今度。期待しててください。まあ、スマブラも候補に入ったな。スマブラやって、まあいろいろね、スプラトゥーンがね、俺やったことないんだよね、スプラトゥーン。結構みんなやっとるけど、みんなスプラトゥーンやっとるんかな。いやだから、あのスイッチで持ってるゲームってスマブラしかないんだよね。動物の森もやってないし。完全にスマブラやるためにスイッチ買ったのに全然やってないっていう。オンラインで、そう、オンラインでマジで勝てねえの、スマブラ。オンライン戦めちゃくちゃ強くない？みんな。でも腹立つよね。いや、ゲームで腹立つのもちょっとあれなんやけど、勝てねえんだよな。いやロックマン楽しいけどね。とかもやってみたいけど、まだ機材がないから、そのうち揃ったらやるかな。音がちっちゃくなった。アイガくん、あれ、初配信おめでとうございます。どうも、初配信ありがとうございます。なんだろう、ありがとう、ありがとう。かぶった、ありがとうが、ありがとうがかぶった。どうもどうも。さあ、最後にみんなに何か一言あるかな。一言、一言か。いや、この動画めちゃくちゃ吹かれてんだよな。よろしく。ちょっとよろしくっていうの早かったね。以上、クゼアイカくんでした。まあ、皆さんね、まだまだ知らないことがいろいろあると思いますが、彼のことをね、もっと知ってあげようという気持ちを持っていただけたら、まあ幸いですね。よろしくね。まあ、こういう系の動画でよくある、ちょっと全部一人テロップってのやりたかったかな。テロップ入れてしまったな。いやー、お願いします。ほんと、なんだこの動画、このが何なんだ。まあそういう動画でしたね。いいセンス、ありがとう。ありがとう。いやー、何の動画やったんやろ。よう分からんかったね。いやー、もうこの動画出すとき、もうドキドキやったからね。俺は自己紹介動画でなんでこんな、なんていうかな、
自己紹介っていうよりかはなんかネタ系の動画を作ってしまったんだって思いながら、あの19時半に動画投稿されるのをねドキドキしながら待っとったね。もうようやくしとったから YouTube に動画出すってのはもう止めようもなかったからさ、まあ、止めようはできるんやけど、あのポチって押すこともなく、なんかただ投下されるのを待って Twitter にリンクを貼るってだけやったんやけどさ、いやもうそれがすごい緊張してもうバックバックやったん、多分初配信今日より緊張してるかもしれない、あの時は。むしろ今はなんかまだあのあれかな、動画でなんかまだキャラがそっちなんかなって思ってくれとる人がおるかもしれんから、まあ、そういう感じになっとるから話しやすいけど、いやもう自己紹介動画は難しいよな、ほんとどのキャラでやればいいのみたいな、いクゼアイガでやれよっていう、俺でやれよって感じないけど、いや結構ね、あなんか最初敬語やったけどもう全然敬語じゃなくなっとるな、ダメだ、普通に喋ろうと思ったら方言が出てしまうな。これちょっと今の方言もイントネーション持ったけど、そう、まあ、方言がね出ちゃうのは許してください、許してくださいってなった、まあ、方言出ちゃうよっていう、方言助かります、ありがとう。いやーなんかもうね、素でいいんだよ、素でいこ素で。いやー1時間半持たんね、1時間半持たんかったっす敬語は。いやでも敬語が出るってのは本当で、初初対面、まあ普通に考えたら初対面の人には敬語やからね、がまあ普通に考えたらまあ敬語だわな、普通に考えたら敬語だ、まあそれもあって配信は最初はちょっと敬語になっちゃうっていうのがねあったね、まあ温まってないっていうのもあるけど、俺が温まってないっていうのもあったからね、まあそんな感じですね、クジライガは。山下ありがとう、ポコ焼き太郎さん、ポコ焼き太郎じゃなかった、ポコ焼き子さんありがとう。いやまあでもいろいろまあ話したかったしな、あの自己紹介動画の裏話、まあ、そんなにないけどね、そんな裏話っていうほどの裏話じゃなかったけど、いやまあでもマイクのね今もね今はいいかな、自己紹介動画を作った時にマイクの位置がちょっと決めれなくて、なんていうかな、あの口が反応しないみたいな、口が全く反応しないみたいな状態になってて、まあ新しくポップガード買って、まあ、それもなくなってよかったんだけど、いやーもうすごいね、そのせいでボフ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 喋ってる最中になっちゃって、撮り直そうかなって思ったんだけど、いやちょっと動画作りたいな、動画作ろうと思ってそのまま行っちゃったな。動画ってあの作り出すと止まらないよな、あの作り始める前はすごい、あー自己紹介動画どうしよう、うわー撮らんねえけんなみたいになるんやけど、撮って始めたらもうすごいの、すごい面白いやっぱり。いや配信も多分ねそんな感じやね、配信も始める前は、あでも俺配信始める前も早く配信やりてえとか思えたかもしれない、もしかしたら。昨日もねちょっとあの何もできないのが嫌だすぎて、なんだ何もできないのがちょっとねうずうずしすぎてどうしようってなりよった。やればよかったな昨日テスト配信やっちゃうけど、あんないやでもあの画面のやらかしはまた起きるからな、まだ多分起きそう。まあだから極力ね画面に、いや画面に映らないって言ったら良くないんだよ、あの悪いことしないように生きていこうかなって思ったね。あそうだ、未来のことについてもう一回話そう、未来のことについてってなんだ、まあ配信でやりたいことみたいな、まあそのうち、いやーなんか結構ちょろっとやるかもしれんかな、雪山人狼やるまでにもうちょっとできたらいいなって、まあ歌しかり雑談しかり、あとなんだ、まあ他にゲーム配信が一番多いかな、ちょっと喉がよろしくないのと、ゴールデンウィーク中ね
まあ、今実家に住んでるからあんまり歌えないっていうのがあるかな、ゴールデンウィーク中は。実家は VTuber の定めやね、まあ、防音室使えって話なんだけど。で、まあ、まあお酒も飲める年なんで、そのうち。でも飲酒配信とかしたら一番怖いよな。ちょっとまあそこは考えよう、おいおい考えながら飲酒配信は考えましょう。外で飲めない時代ですからね。ちょっと違う違う、あの家で飲める時代ですから、ね、配信しながら、うん、まあいろいろ考えよう。そこら辺は飲酒配信ならするな、そうするな、誘っとるわ、誘っとるわ。あ、楽しみにしとって、多分配信はちょくちょくありますね。今一人でなんか一人でやりなゲームやりながら喋っちゃうときあるから、それならもう配信した方がいいじゃんみたいなね、まあ、簡単なゲームになっちゃうかもしれないけど、普段やっとるゲームだからね、なっちゃうかもしれないけど、まあそのうちちゃんとあれだな、告知とかしてやってほしいゲームみたいなのもやりたいと思ってるね。楽しみに沿ってくれ。いやー、飲酒配信も絶対楽しいよな。まああんまり良くないけどね、言い方が多分楽しいんだよね。そんなぶっちゃけることもないしな、雰囲気が好きやね、そういう、うん、まあ配信でやりたいことは歌とゲームと飲酒ぐらいかな。お絵かきがねやりたいけど、俺お絵かきできないんだよね、下手なんだよな。絵描けるとすごいよな、絵描きたい。いろいろ。あと30分か。意外に早いな。意外にもう1時間だったんか。まとめきれんかったな、じゃあ。1時間だったら。これでまとめに入るかってやったら、まだ30分あるからまとめに入れないんだけど。サムネにはね、終わりの挨拶とか書いとったけど、何も考えてないんだよね。何も考えてない。いやー、ちゃんと考えとくべきやったかな。アメちゃん舐めようかな。なんか話すことあるかな。あー、水がうまい。いやー、めっちゃ目見開いたな今。いや、定期的にさ、なんかインドカレーを食いに行きたくなるくない？急なんだけど急に話がぶっ飛ぶんだけどさ、あのなんか急になんかインドカレーを食べたいみたいなことあるくない？あるんだよね、俺はあるから、まあ、今日ちょっと何食べたい、その何食べたいよね。自粛中にもかかわらずインドカレーを食べに行きました。これがみそぎですね。急にみそぎしましたね。外出自粛中にもかかわらず何を食べに来ました、ごめんなさい。僕以外客いませんでしたね。いや、まあ田舎だからか。いや、何が食べたかった、ごめんなさい。いや、やっぱ美味しかったね。な、何もインドカレーも美味しかった。そこのお店ってなんか何の種類が普通のなんとチーズナンといろいろあるんだよね。なんか明太子ナンとか、あとじゃがいもひき肉ナンとか、じゃがいもナンとかさ、あのナンの中にじゃがいもが入ったナンなんだけど、ナンなんだけどってなんかナンナンみたいな、ナンナンみたいな、意味わからんな、意味わからなくなってきた。まあナンナンの話もあるんですけど、まあいろんなナンがあってね、そうもちもちになるやつ。いや、じゃがいもナンはねもちもちじゃないんだよね。なんかなんで笑ってしまう、なんだけで笑ってしまう。ホクホク、普通にホクホクで、じゃがいもと、ホクホクのじゃがいもと、あれあれ、普通のひき肉が混ざったじゃがいものすが入ったみたいな、もちもちが良かった。でも、別の料理じゃねそれ、別の料理かも。ホクホクのね、なんと美味しいやつ、そんなんあるんだ。
あれじゃない、あのお店が、お店の規模が違うんかもしれない、もしかしたら。なんだかんだ言って田舎に住んどるからな俺は。いやインドカレーがあるだけで奇跡だね。とても長く食いたい。いやあと何があったかな、まあ、何があるんだけど、あのチョコレートなんとかもあったね。チョコレートが入ったなみたいな。それは食べてみたいなって思ったけど、食べてみたいなって思ったけど、デザートにさ、なんて重くない？デザートになんは重いわと思って、さすがになんはチョコレートなんはやめたね。考案した人はどんだけなんか好きなんだな。まあインド人だから。でもなんか、なんインドカレー屋さんってさ、インド人じゃなくてなんかネパール人が多いみたいな話を聞くけど、どうなんやろうね。うちの周辺にあるインドカレー屋さんはネパール人なのかな。まあなんか好きなんやろね、多分なんか好きなんだろう。なんかでもテレビでさ、インドカレーの特集とかするとなんか全然ナンを食べませんよみたいな、うちの地域はナンとか食べませんよみたいなさ、ナンに対してのインド人の、まあインド人イコールナンみたいな偏見持たないでくださいみたいな感じのテレビやってて、え、そうなんだみたいな、え、そうなんだしか言えないけど、え、そうなんだみたいになりよったね。なんだこの話は、なんでナンの話ばっかしてんだ。なんでインド、まあカレーはね、まあカレーはカレーなんだよね、やっぱインドカレーって。お、いらっしゃい、いらっしゃい。どうもどうも、仕事終わったでな。どうもどうも、クズヤイガと申します、よろしくお願いします。あまりな自己紹介することがね、あまりちょっと僕も決まってないから、どうだろうな。もうちょっとスラ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 自己紹介をね、言いたいなと思ってるんだけど、まあ今インドカレーの話をしとったね。インドカレーが美味しいよなっていう。でもナンをさ、ナンをメインで食べに行くところあるよね、インドカレー屋さんって。なんかチーズナンを食べたいからインドカレー食べに行くみたいな、ナンを食べたいから、ナンを美味しく食べたいからインドカレー食べに行くみたいなところあるから、ちょっとな。いやまあインドカレー好きなんだけど、とっても好きだな。なんでこんな初配信にインドカレーにこだわりがあるよみたいなこと言ってんだろう。あ、そうだ、あ、もしね、マシュマロとかもしあったら今投げてても僕答えますんで、まあ、まあ今じゃなかったら、まあ、今度また配信かツイッターで投げますんで、よろしくお願いします。マシュマロの告知できましたね。インドカレー屋ね、無限に何で出てくるからね。なんだろうな、東京にちょろっとね住んでた時期があって、まあ大都会に住んでた時期があって、インドカレーをさ、なんだろうな、東京にいる時ってインドカレー屋さんめっちゃあるんだよね。どこ行ってもインドカレーみたいな、どこ行ってもインド人しかり、ね、インド人またはネパール人がね、インドカレーいるかねみたいな感じで待ってるんだけど、いやー、あそこのさ、インドカレー屋さんって、店員さんがさ、ずっとナンを入れたバスケットかな、そう、ナンを入れたバスケットを持って、バスケットで貼っとるよ、ナンを入れたバスケットを持ってうろついとるよね。店内をで、なんかナンがなくなったらなんいるみたいな、いやもういいよみたいな言いたいけどさ、なんいるって言われたらいりますとか言っちゃうよな。マジで無限に出てくるから困るよな。まあ困る、まあ嬉しいけどさ、嬉しいけど、おかわりのなんかでかすぎるんよね。おかわりのなんか普通になんか米2杯分ぐらいあるんじゃねえぐらいの量出てくるからさ、米に例えるのよくないけど、米に例えたらよくわからんけどさ、なんかちょっと困るよね。今嬉しい、まあ、なんか困るよねって言ったらインドカレー屋さんに失礼だな。ちゃんと言えないあれやね、なんて言ったらいいんやろみたいな。
嬉しい悲鳴になっちゃうな。まあインドカレーの話は終わろうかな、そろそろインドカレーの話しかしてないな。あ、なんかマロ来た。マロどうやって出すんだっけ。マシュマロありがとうございます。あれ身長何キロメートル。身長は1キロって1000メートルよね。 0.0001、 まあでも設定ないからな、設定じゃない、俺決めてないからな身長。まあ身長は身長は不詳で、あと目を見開いた、これいいよね。これ瞳孔がね、瞳孔まあ、黒目じゃないんだけど、黒目が小さくなるんだよね。オレンジ目かな。これいいよね、ちゃんと見せたい。私ももう一個来てましたね。ここに出したらいいじゃん、そしたら顔出るし。今度からここに出そう。なんで何キロメートルなんだよ。言ってる髪の毛は着脱可能です。これはね、これ取れないね。着脱、これあの地毛だから、これ地毛だから取れないな。ぐらいですね。今、俺が消えたじゃん。マシュマロだよ、消したいのは。マシュマロありがとうございます。いやー、マシュマロあの募集するまで全然来てなくて、あ、どうしようマシュマロ来なかったなとか思ったから、あ、もうありがとう本当に。マシュマロをくれた人はありがとう。いやー、ちょっと飲みます。ああ飲みますって言ったらなんか違うけど、レモンティー飲みますね。ちょっとインドカレー屋さん行くとさ、食いすぎちゃうんだよな、ついつい。なんかおかわりできるし、一回ぐらいはなんかおかわりしたいなって思うよね、インドカレー屋行くとそう、またインドカレーになったわ。もうこれ何の話しよう、何の話しようかな。じゃあ次食べすぎるよね、インドカレー。そう、何の話しようか、何の話しよう。いやもういいよ、何の話は、何の話はいいよもう。いやどうしようかな、でもな、あ、頭の中インドカレーしかない。あ、そう、いや今日ね、あのツイッターでね、プリンを食べたいっていうツイートしてないけど、無事プリン食べました。あのヒカキンがね、あ、ヒカキンがねとか、あのヒカキン様があのツイッターでプロモーションな、パチパチ、あ、ありがとうありがとう。ミルクプリンのさ宣伝しとって、いや、やっぱああいうの見ると食べたくなるよね、人間って不思議やな。買って食べた、うん、買って食べたけどね、あの普通のプリンの方が好きやな。よくないよそういう言い方は。まあ普通のプリンの方が、どうやろう、でも結構ね、あのセブンのプリンなんやけど、セブンのジャージー牛乳なんたらプリンってやつなんやけど、結構味濃くてね、美味しかったのは美味しかった、まあ、ただ普通のプリンが好きやったってだけで。牛乳プリンか、うん、いや最近なんか食べ物のことばっかりツイートしとる。何したやろ、あと食べ物、まあしょうがないよね、人間食っとらんな、生きていけないし。
あ、でもさ、あの三大欲求ってさ、食欲ってあるじゃん。あ、食欲って、あ、食べれれば何でもいいよってことなんかな。それとも美味しいものを食べたいっていう、そういう欲なんかな。違うよね。多分あの何でもいいから食べたいから食い物くれっていう欲やな。だから食を、美味しいものを追求するっていうのはもしかしたら別の欲なのか。美味しいもの、女、それは狼だけやろ。それは狼だけよ。いや、狼だけじゃないかもしれない。いや、でも、それは狼だわな。男はみんな狼だしな。そうなんか？そうだな。美味しいもの、女。まあ、確かにさ、いや、どうやろうな。うわ、油が、どっちの方が美味しいんかな？だって、あれじゃん。赤身の方が好きって言うとおるじゃん。牛とか。霜降りとかよりも赤身の部位の方が好きみたいなさ、がっつり食いたいからみたいな。確かにあのね、霜降りの焼肉とか食べたこと一回だけあるんだけど、わかんねえのよな、味がもう。いや、美味しいのかなみたいな。美味しいんだろうなみたいな。一瞬で口の中で消えるけど、わかんねえんだよな。やっぱ赤身が、マグロもね、マグロも赤身が好きだからね。何の話だこれ何の話だこれ。 あと15分だ。あと15分。このなんかしょうもない話は多分まだ無限に続けられる気がするんやけど、終わりに持ってくみたいな、何の話はしてないんだよなあれ、ソクトヤブローじゃん。ソクトヤブローさん、どうも。待ってますなんだ。いやあの動画好きなんだよな。まあ、これ15分でなんか終わりの方に持ってくって難しいよね。15分ってか終わりの方に持ってく話みたいな感じがすげえしたことないから、まあリーダーシップを取ったことがないのかな、もしかしたら。リーダーシップ取ったことがないから、あんまりそういう方に持ってくっていうまとめ役みたいなことやったことないから、因がバレてしまうな。因がバレてしまう。うん、そうですね。まあスペシャルなエンディングないよ。スペシャルな、あ、そう、スペシャルなエンディングとか作ればよかったな。スペシャルなエンディング作ればよかった。もう一回自己紹介流せばいいんじゃね。ただ自己紹介流すまでに事故るんだよな。あ、自己紹介だけに事故る。しょうもないな。しょうもないことしか言えないけど、もうちょっとあのどうって沸かせるようなこと言えるようになりたいね。いやちなみにこのコメント欄とかどうでしょう。よくない。え、なんかもうちょっといろいろやろうかなと思ったけど、ただね、コメント欄とこのやること書くところが逆やったなと思って。違う、逆じゃねえや。あの体とコメントやることの書くところが逆やったなと思って、まあ、動かせばいいよなって思うけど、これ別で作っとるよね。別っていうかなんだ、1920×1080 で作っとるから、動かすのがちょっと億劫なだけです。いや、配信のレイアウトって難しいよな。ゲーム実況用のゲーム配信用のレイアウトとかもちょろっと、まあ、考えてるのは考えてるけど、いや配信むずいな。 YouTube で配信したことはなかったからな。あ、見やすい、ありがとう、ありがとう。いや、昨日夜鍋で作ったコメント欄とやることリスト欄ですね。なんか全体的にちょっとピンクになっちゃうけど、まあ、この色のピンク、この背景のピンクはかっこいいよな。ピンクって言っていいんかわからんけど、まあ、ピンクよね。
BGM が。おしゃれなエンディング作りたいな、確かに。ちょっと思ってしまった、おしゃれなエンディング。女どんなんかいいんやろ。どんなんか。結構確かに作っとる人とかおるよな。まあ、大手になるけど、そういう人は。大手の配信者とかになるけど。なんか幕閉じたりね。そういうのもあるからな。いやー、配信楽しいな。なんか家でこもっとっても喋ることないからな。一人で喋れんし。かといって、ゲーム。まあやっぱちょろっとやるな、配信いろいろ。これから。まあ、週に3回ぐらいできたらいいよね。3回。いや、ほんとは毎日やりたいんやけど。週に3、4回。どんどん増えるな。週に3、4回できたらいいよな、配信とか。まあ1時間だけでも。またインドカレーの話すると困るよね、こう考え出したら。いつもね、そうなんだよな、あの終わった話をね、もう一回したくなるってのが良くないよな。でも話したいんだよ、インドカレーの話。インドカレーにこだわりがあるんかもしれん、もしかしたら。なんだろうな。明日から。普通にゲーム配信とかやるときは勝手にちょろっと、勝手にっていうか、なんかほとんど告知せずにやるかもしれない。ちょろっと配信ありまーすって言って、まああれだね、そんなもんなんかな。告知ってもっとした方が良さそうよな。まあ、今回も結構今回多分しつこいぐらい俺なんていうかな、告知しとったから、自分でもこんなに告知していいんかなってぐらい。あの結構ね、タイムラインだと流れるから、まあ、仕方ないんかもしれない。他の人も結構自分の告知とかしっかりやってるし、お楽しみにしとって。あーゲーム、そう、一番心配なのはオンラインゲームとかしてるときにめっちゃ口悪くなることよね。なんか出るじゃん。ああいうのって、ああいうのって出るんだよね、そういうのが。そういうのってなんだろうな。自分で作ったことはないよ。自分で作ったことないゲームはね、あれかな、あのやってるゲームによるな、やるゲームによる。FPS はあんまりうまくないで、 LOL もあんまりうまくないで、ロックマン X はまあ、やったことあるから、まあ、できるぐらい。で、ゲーム下手なんだよね。実際ゲーム下手なんだよ。だからホラーゲーとかもさ、なんだろうな、ホラーゲーとかも、多分、うまく握れない気がする。いやー、ホラーゲーってどうなんやろ。ノベルゲーとかなのかな。俺、青鬼しかやったことないんだよね。あの、バイオハザード以外だったら。青鬼はやったことあるけど、まあ、難しいよね、青鬼。攻略っていうか、なんか誰かが実況動画出してるのを見てやったのにクリアできないみたいな、青鬼。あんまりゲーム得意じゃないんだよな。いやー、あ、でもあの上手いゲームはあるよ、ちゃんと。上手いゲームはあの、そう、ガンダムオンラインっていうゲームなんですけど、ガンダムオンラインっていうゲームは上手いね。すぐガンダムの話するな。ガンダムの話できないんだよね、実は。ガンダムオンラインをやってるっていうけど、ガンダムのアニメ実は一個も見たことなくて、なぜかガンダムオンライン人に誘われたからやってるみたいな感じだから。いやー、なんかガンダムでも結局ちょっと気になるよね。ガンダムは見たいなって思う。いやー、実況動画、いやー、本当になんかシードかな、ガンダム機動戦士ガンダムシードみたいなのを、小学校の頃キッズステーションでちょろっと流れてるのを見て、わけわかんねえなこれみたいな感じになりよったぐらいよね。でも
今でもガンダムっていろいろやってんだよな。ああ水がね、とあと5分ですね。あと5分ぐらい。いや綺麗に締めれればいいな。そろそろ終わりの挨拶に変えとくか。終わりの、縦に詰めるか。あさまさん閉めろ。じゃあお手を拝借して、一本締めで一本締めじゃないんだよな。いやー今日はね、ちょっと BGM 下げような。こういう時は BGM 下げて、でもこれ以上下げられないんだよね BGM。 いやー今日は本当にありがとうございました。いやもうこんなに来ていただいて、今ではまだ16人見てますから、ありがとうございます本当に。いやードキドキやったね本当に今日は。なんかこの急に真面目に喋り出そうと思うと本当にっていうのが増えるっていうね、ちょっとワンポイントチャンポイントみたいなのあるんですけど、まあ、どうでもいいですそれは。いやーこれでね初配信ってことで、まあこれからもっといろいろ配信、むしろ初配信を日曜日のこの時間からにしたから今まで配信してなかったって節もあるから、まあこれからはちょっと配信したり、まあ動画を撮ろうっていう時にはちょっと配信しない日もあるかもしれないけど、あそうだね、動画撮ったり編集したりするとちょっと配信しなくなるかもしれないけど、いろいろ配信したいと思ってるんで、まあよかったらその時も見に来てね。こんな感じやね、こんな感じだ。閉まってないけど26分だわ。いやあこういう時にスラスラとねちょっと言葉が出ないのがちょっと悔しいんだよな。こういう時にいっぱいいろいろ言える人がすごい羨ましいと思う。こういう時になんていうのいろんな感想やり、どうなんかな、そういう人だってやっぱ先にいろいろ練習とかしとるんかな。まあ掃除とか当時とか、あの卒業式の掃除とか当時とか結構まあ台本とかもあるし、クソ長いんだよねあれ終わったかなって思うとさ、えまだ終わんねえのみたいなぐらい長いから、まあそんぐらい考えとるんかなやっぱりみんなも。いや俺もそんぐらい考えようかな。いやかといってねそれのせいで配信やらなくなったらちょっとよろしくないかもしれないんで、まあおいおい考えつつ、まあ、動画にするときはいろいろ考えながらやるけど、焦ればなんかツボをやってくれって言われたよね今さらツボやるか、今さらツボをツボやったことないんだよな、ツボ男。しかもツボ男やったら多分寝れねえしな。あのゲームまあ考えとこ、そのうちやるって考えとこ。今壺じゃなくて箱らしいね、箱男っていうのを。箱が飛んどる動画よく見るわ。動物タワーバトル懐かしい、めっちゃ懐かしいじゃん。なんか結構大会とかあるんだっけあれ。大会ってかなんか結構あれよね、本当に有名よね動物タワーバトル。いやちょろっとだけやったけどね、対戦できるよね。え、でもあれってスマホじゃないとできんのやない？スマホだっけ？動物タワーバトル、スマホの画面はパソコンに映す方法がないんだよな俺はまだ。あスマホキャスト、あでもアンドロイドやからできるんかな、簡単に。もしかしたらまあ調べとこ。動物タワーバトル、ドムスターバトルってどっちかっていうのもあれよね、もうゲームやりながら話すのがメインやしな、お酒飲みながら。いやー楽しみやな。ということでね、まあ28分になりましたんで、そろそろまあさっき締めたんですけど、さっき締めの挨拶みたいな感じしたんですけどね、まあ時間通りに
まあ、人間あのやっぱ日本人やから時間通りにねあのやっていかないとダメなのかなと。でもなんか終わりの時間はあんまり厳しくないよな。やっぱり緊張しとるよ、めっちゃ緊張しとるべ。あ、緊張もね結構いいかな、結構いいかなってなんやろ、まあ、緊張感っていうかな、まあ、軽い緊張って感じだね、軽い緊張みたいな。ちょっといろいろなんか話すことを考えたりするっていうのが楽しいかなって思っちゃうね。あの緊張するのも良いね。自然体だとうまく喋れなそう。なんだそれ、なんだそれだ。まあそういうわけで、あと30秒くらいですね。まあありがとうございました、本当に今日は。まあ、よかったらまたあの配信してたら、まあ、顔を出したり、まあ、コメントもね、まあ、あのなんか面白そうなことがあったらコメントしてくれたら喜びます、めっちゃ喜びます。あの見てくれるだけでも喜びます。あのツイッターでカラリップしてくれても喜びます。見てるんで、ちょっと今日は見てなかったけどツイッター配信中に見るのはちょっとよろしくないと思ったんでね。いやー、ということでありがとうございました。おつくぜ考えつかんかった。お疲れ、ありがとう、うん、ありがとう。いやー、お疲れお疲れお疲れ。じゃあ終わるかな、これどんぐらい楽があるから。あっかかかかかんかかんかな。お疲れ、ありがとう、お疲れお疲れ、おつくぜ、ありがとう、おつくぜ、あ、そのお疲れ、おつくぜ、ありがとう。いやー、今度の配信じゃちゃんと名前呼ぶようにしよう。あの実はあのクゼアイガくん人の名前呼ぶのが苦手やからね。実はちょっと苦手なところあるから、インな、インにガチでインじゃんみたいな。あ、トウエスさん、おかんありがとう、お疲れ、アルイカもありがとうね、お疲れ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 って言いながらなかなか配信閉じないやつやね。まあ32分にはねちゃんと閉じるんで、ちょっと2分だけちょっとねあのこの余韻を楽しませてくれたら嬉しい。いや楽しかったな、よろしくお願いします。お、お疲れ、ありがとう。いやーこれ YouTube の方で止めるよね多分。いやよかったな今日やって。ここだな。じゃあ終わります。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ、これぐらいかな、ラグがあるのは。